品栗は、ブナカ栗属の落葉香木。原産は、中国大陸。日本では主に甘栗の名前で知られている。中国では、板栗と称される種にあたる。日本栗のように渋皮が、担任によって、食用部分に密着しないので、いったものを手や器具で剥いて、食べるのが容易である。中国大陸を原産とする種には、ヘンリー栗、モンパングリがあるが、 品栗と種が異なる。北アメリカ大陸で栽培されている。朝鮮半島では、直霊の品栗を、朝鮮半島東北部の環境道に移植したことが、始まりされ、20世紀初頭までに、各地で栽培されるようになった。ピョニアンや京城の都市においても栽培されており、品栗と比較して小粒であることから朝鮮ぐと、称されていた。また、ピョニアン産のものが、 比較的良質とされたことから、同時代には、ピョンアンリとも称された。日本でも高知県や岐阜県にて、品種改良されたものが栽培されているため、中国大陸のものとは種を意味する。日本栗と同様、病害虫に強く、ヨーロッパやアメリカ大陸で、同地原産の栗と掛け合わせることにより、病害虫に強い栗を作ることもされている。品栗を使った。 天津甘栗津甘栗。天津甘栗は、栗を熱した小石の中で砂糖をかけながらいったもので、ある。中国では、西暦13世紀頃爆芽糖に栗を混ぜて、砂と一緒に釜で焼く、遠いため律子が存在し、爆芽糖によって、栗の皮を甘くし、見栄えを良くするという工夫がなされていた。これは、原理的には、現在の甘栗とほぼ同じである。 壮大に流行し、都の開封には、名物として知られた焼き栗屋があったことが、老学案筆記という書物に見えている。中国大陸産の品栗やその焼き栗は、中国国内では、北京が名産地として知られているが、天津港が、伝統的な海外出荷拠点であったため、天津栗、または、天津甘栗、甘栗の名で、日本に輸入されている。しかし、 天津市以外からも輸入されるため、これら輸入物を中国栗と呼んでいる。なお、中国では、天津甘栗とは言わず、遠いため立子、炒め立子と呼ばれ、北京名物である。日本以外でも、台湾では、天津遠いため立子と、天津の名を冠して、一般的に売られている。A、B、加熱するだけで、渋皮ごと向ける。 高糖度なグ栗向け品種を山やま1号岡山3号。w w w r u a n e t o r j p 2 0 2 1年10月22日閲覧。宮崎一佐田中国に学ぶ、中高文庫ビブリオ ISBN978 から41億2204万2810、28 66p 中国人女性とのデートで、 中華食べに行こうよが NG な理由。ありがとうございます。